今回はスチームコントローラーとリシェードを用い、擬似的な2段階ズーム機能を実装してみます。フォールアウト4を例に説明します。2段階ズームとは、例えばザ・ディビジョンというゲームで採用されている機能です。エイムを行うと画面がややズームし、特定のボタンを押すことで2段階目のズームが行われます。用いる機能は主に次の2点です。リシェード、パーフェクトパースペクティブエフェクト、画面拡大用。スチームコントローラー、トリガーボタン、ソフトプル、フルプル、ズームの切り替え用。まずはパーフェクトパースペクティブの説明を見ていきます。リシェードウィンドウのここにチェックを入れると画面が歪みます。フィールドオブビューやバーチカルアマントを調整して歪みを減らします。そしてアドジャストボーダーサイズの数値を減らし、好みの画面サイズになるまで拡大します。次にショートカットキーを設定します。例えば L キーを設定します。これで L を押すたびにパーフェクトパースペクティブの切り替えが行われます。最後はスチームコントローラーのトリガーボタン設定を行います。左トリガーのソフトプルはエイミングを行うマウス左クリックです。フルプルキーのアクティベーターにはスタートプレスに L キー、同じくリリースプレスに L キーを設定します。これで設定は完了です。ゲーム画面で左トリガーを軽く押すといつものエイミング、深く押すとパーフェクトパースペクティブによる画面拡大が行われます。トリガーから手を離せば元に戻ります。さらにリシェードのその他のエフェクトにショートカットキー L を設定することで、画面が拡大された場合のみあらゆる効果を適用することができるようになります。例えば画面上下に黒い帯のレターボックス表示を行い、プリズムで画面四方をぼやかしたり、マジックブルームで全体的に明るみを出したりできます。いかがでしょうか？終わりに、画面をただ拡大、引き伸ばすだけなので、あくまで擬似的なズームであり、UI 表示部分など消えてしまうため、ゲームの遊びやすさはやや下がるかもしれません。しかし、見た目的には、とても面白い効果を得ることができます。遊んでるゲームでちょっとアクセントを加えたい場合、リシェードとスチームコントローラーを用い、今回の2段階ズーム機能を取り入れてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。またの日を。